皆様こんばんは、カズラジでございます。お盆休みですね、世間はね。まあ僕は関係ないけども、でもカズラジのリスナーの方の中には、私はお仕事ですという方もたくさんいらっしゃるんでね、まあ休んでらっしゃる方がいたら、それと同じくらいの数の人は働いてるんだよ。働いてる人がいるから休めるんだよ、ということですよね。今夜も行きましょう、カズラジバージョンです。あれ、今なんか音楽変になったね。まあいいや、今夜もご視聴ありがとうございます。早速ですが、今日もいくつかご紹介してまいりました。お便りです。まずはつづれおりさんです。音楽のある生活いいですね、憧れます。家にキーボードくらいあったらいいなとたびたび思います。本当何かあった時に音を鳴らすだけでもなんか違うよ、生活本当に。小さい頃6年間ほどピアノを習っていたので、ほんの少しだけならまだ弾けるかなと淡い期待を、抱えております。絶対弾けますよ、ちょっとやればすぐに、思い出すと思いますよ。はい、大前さんのトークライブは必ず実現させてほしいです。やりたいね。はい、お盆ですが、私もお墓参りは時期をずらすことにしたのと、仕事もちょくちょく入っているので普段通りの生活です。ね、そういう方もいらっしゃるんだね。19日の金曜日、来週の金曜日にベルーナドームへ開幕戦以来の現地観戦に行くので、いいね、ぜひ応援よろしくお願いします。この前はこのベルーナで3連敗だもんね。はい、それを楽しみにしていますということ、いいね、楽しみ。ベルーナ暑いんで、暑さ対策もしっかりしていってくださいね。さて、それから、ユミさん、いつもありがとう。音が身近にある生活、とても素敵な言葉です。私が大前さんにお教えできることなんてありますでしょうか？きっといっぱいあると思うよ。聞きたいこともあるぐらいです。私もシーズンが終わったらエレクトーンやろうかな。エレクトーンよりも私もピアノを弾きたいと思うこの頃です。ショパンの英雄なんて弾けたらめちゃくちゃかっこいいなと思っております。かっこいいだろうね。今日は午前中から出かけておりまして、4時頃帰宅したのですが、手洗いうがいをしに洗面台に立ってみると、おでこに蚊に刺された跡が。帽子かぶっていたはずなのに、やつらは帽子の上からでも、なんならこのデニムの上からでも刺すよ。今年初めて刺されました。そっか、僕はもう結構やられてますからね。はい、おでこの真ん中にこう刺されると、なんかこう目立つとかっこ悪いよね。はい、ありがとうございます。川辺亮さんも、おギターポート店主、お久しぶりでございます。大前さんお疲れ様です。あの日に帰りたいのイントロソロバージョン、ありがとうございます。あ、昨日の僕のギターね。大前さんと同じく私もお盆休みがありません。昨日お店を早く閉めてマッサージに行ってきました。おお、マッサージね、いいね。僕マッサージしてもらうって結構勇気いりません？僕それがちょっとなくて全然いかないね。お前さんは肩凝ったりとかしませんか？めっちゃしますよ。めっちゃ今も肩こりバリバリです。誰かにぐっと押さえてもらいたいぐらいの肩こりです。もう硬いですよ、もうね。左肩がバキバキに凝っておりまして、生まれて初めてじっくりと60分コースのマッサージを受けてきました。最初もみがきつくて痛みをこらえながら、もみほぐされて、そのうちに痛気持ちいい感じになりまして、施術してもらった年配のおばさんがとても上手で、私の肩のツボをぐいぐいと押さえてくれて、まるでゴッドハンドのように感じてしまい、またその肩を指名してマッサージしてもらいたくなり、リフレッシュできました。よかったね。もうそう思ったらいいよね。そう思えたら行った甲斐があったっちゅうもんですよね。なんかもうそのツボじゃないのにな、ちょっと違うんだよなとかさ、もうちょっと強く押さえてくれたらいいのになっていうのはきっとあると思うんでね。もう僕もここ十数年行ってないもんね。
来週の17日、今年3回目のホットモットフィールド神戸にお邪魔します。お待ち申し上げております。僕の実況担当の日です。ロッテ戦です。まだ勝ったところを見ていないのでそうか、次こそは勝てたらいいですねということ。そうだね、花火も楽しみですということ、お待ち申し上げております。はい、マッサージね、マッサージなー、ねえ、会えばいいんだろうけどね。はい、牛子さんです。お前さんお疲れ様です。毎日暑いですね。暑すぎて我慢の限界に達して今日は髪の毛を切ってきました。そうか、そういう手もあるね。ちょっと涼しくするためには髪の毛を切る、切る髪の毛がある人はいいけどね、ないご同輩の人もいらっしゃると思う、男性の方は。そして初の2ブロックに挑戦。おお、やりましたか。美容師さんが勧め、おすすめされるがままにということで、初めての2ブロックで、耳の横で聞こえるバリカンの音に恐怖を覚えました。やってみればなんとことなかったですし、耳の周りが涼しくて快適になりました。これで少しは暑さをしのげるといいのですがということね。まあでも確実にこう髪の毛が減るとさ、涼しくはなるよね。お盆が来るので少しはこれから涼しくなると良いですね。お盆過ぎるとこう秋が近づいてくる感じは今まではしたね。今までの日本なら最近どうなんだろうな。本当に少しは涼しくなっていくのでしょうかって本当そう思っちゃうよね。早く暑さが収まってほしいですということで、はい、ありがとうございます。髪の毛、でも新しい髪型気分も新たにいいんじゃない。でもね、ありがとうございました。一郎豪一さんです。お前さんこんにちは。今お昼過ぎですね。時折台風の前触れの強い雨が降っています。関西はねほとんどこの台風の影響を受けなかった。まあ、関西っつっても広いから紀伊半島の南の方とは全然違うからね、こっちはね。はい、お盆ですね。私は長年金融機関勤めなので、あ、そうなんだ。夏休みは上半期に適宜取得です。お盆は通勤電車や街中が空いているので原則出勤にしています。ああそうだね。以前不動産仲介の子会社に出向していた時は業界の慣例でお盆が会社の休みになっていました。この時はお盆シーズンに旅行に行かざるを得ず、ああまあその休みがその時だったらしょうがないね。お盆の中心からずらすようにはしていましたが電車もホテルも混んでいて大変でした。ホテルも高いしね、お盆は。今年は先週の前半に2日、取得して残りは9月半ばくらいの取得を予定していますという、まあ、ずらしながらっていうのはいいよね。ねえ、金融機関だったら本当カレンダー通りになっちゃうからね。はい、まあ、お盆ってさ、まあ、あのカレンダーでは、赤い文字になっていないもんね。ということで休みじゃないんだよね、普通はね。でさっきも言ったように休む人がいっぱいいるということはその陰で働いてる人もいっぱいいるということだからね。世間が動いていくためには誰かが働いてるんです。ありがとうございます。それから谷健さんです。私のお盆休みは前半は仕事三昧ですということで、16日のホットモットの現地観戦はキャンセルです。あれ、まあまた来てくださいね。よろしくお願いします。坂井戸さんは昨夜ショッキングな出来事が…実は自宅の木製タンスの底が抜けてしまいました。復旧しようにもある部分が完全に折れてしまって打つ手がない状態です。タンスが壊れましたか。一人暮らしを始めた時に実家から譲り受けた45年もののタンスなのですが残っている引き出しだけでしばらくは生活しそうになりそうです。まだ他使えるんだね、一番下。ちなみに底が抜けた引き出しに入っていたものはまだこれオタッキーなんだわ。金子千尋投手、佐藤達也投手、糸井義雄、投手じゃないよ、選手だよ、投手と書いてありますが、T 岡田選手、吉田正尚選手、ディクソン投手、ジョーンズ選手、藤井寺、大阪ドーム時代の近鉄のユニフォーム、DeNA 時代の、梶谷隆之選手、山崎康明投手、上記のユニフォームに加えて各種タオルに夏の陣ユニフォームなどが入っていました。すごいこの
タンス、その段に入っていた。すごいコーナーだね。やっぱり重かったのでしょうかね、というね。重いし濃いね。はい。ありがとうございます。まあそんな感じかな。はい。まあ今日はね。まあ、お盆、皆さんもね、まだまだ暑いんでね、気をつけてください。今、近所歩いてますとね、もう道端にね、セミがね、もう死んじゃってるのね、木から落っこちて。まあ、そんな時期だね。それでも、地面を見れば、猫のセミが力なく横たわってるし、まだそれでも木の上では、シャーシャー鳴いてるし、そんな状況ではありますけどもね。今日も車に乗って、ちょうど3時過ぎぐらいに今日ね、尼崎のスタジオに向かっていったの、車に乗ったら外気温は35度を指していました。恐ろしいね。皆さんもどうかまだまだ暑い日が続きますが、ご自愛くださいませ。というわけで、野球の話はしない、このカズラジバージョンでございますが、まあ、野球が終わったら皆さん、オフ何する？本当に。まあ、僕はもうちょっと本当ピアノ一生懸命やろうと思うし、ユミさんもまたエレクトンかピアノやろうと言ってるし、ね、なんか皆さんもなんかオフになったら、少なくともこの野球にかけてる時間がなくなるわけよ、皆さん。その時間を何かに利用できるわけで、何します？皆さん。ね、また教えてください。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日というか日曜日もまた暑くなりそうですね。どうかご安全にお過ごしください。ありがとうございました。僕は明日またファームの中継です。